皆様、明けましておめでとうございます。ミミ、わびさびアニメ先生です。お正月はいかがお過ごしでしょうか。日本ではお正月にはお餅を食べる習慣があります。お餅は神に捧げる神聖な食べ物で、長く伸びて切れないことから健康と長寿を祈願して食べます。でも最近ではそんなことを誰も考えずに食べていると思います。今日は超ローカルフードを紹介します。私の地域ではジュネ餅と呼ばれています。はい、では早速作っていきたいと思います。どのくらいの量が適量か分かりませんでしたので、適当で大丈夫です。えごまを入れてきます。水を加えます。塩を一つまみ入れます。砂糖を小さじ2杯入れます。私はフードプロセッサーを使いましたが、何でも構いません。水が足りなさそうだったので足しました。味見をしてみて、まだ粒を感じたのでさらに混ぜます。目指してる感じまでいかなかったのでエゴマを足します。それから水も足します。砂糖も小さじ2杯足します。味見をしてみていかがでしょうか。なんとなく良さそうです。こんな感じですね。ちょっと水が多すぎたので、もう少し少なくても良かったかもしれませんね。はい、というわけで完成品がこちらになります。もうちょっとね、ドロッとした感じができるはずだったんですけど、ちょっと食べてみますね。かなり地元の味を再現できたんではないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。